長崎県道26号佐世保高線は、長崎県佐世保市を通る県道である。松浦町と佐世保米軍駐屯地を結ぶ、陸上距離が421メートルの路線である。地元では、通称国際通りとも呼ばれている。このような経緯から、福音は極端に広く、松浦町上町間の旧国道区間は6車線、平瀬町内の旧鎮守府港内道路区間は、 中央分離帯付き4車線。6車線区間は県道11号へのアプローチのために車線変更を行う車が作走する。佐世保市消防局、佐世保市総合医療センター、佐世保中央インターチェンジなどが沿線に位置し、交通量は増加している。戦前の旧国道33号と佐世保鎮守府構内道路をルーツとする。佐世保市役所前まで直進する。 原国道35号と違い、933号は原松浦町交差点で西に曲がり、佐世保鎮守府正門を終点としていた。校内道路は、正門から平瀬府島まで続いている。1952年12月4日、新道路法に基づく路線指定で、933号は一級国道35号、長崎県佐世保市として指定された。 この際、35号の終点が、市役所前に変更され、取り残された、旧33号末端部分と、校内道路は1954年1月29日、主要地方道第一次指定により、県道させぼこ線となった。ただし、旧助諸港戦線路時期を境界として、南側は、米軍基地として接収されたため、一般車両の通行は新設された米軍ゲートまでに、 限定される。上町で分岐する現県道11号は戦前から通じており、鎮守不正門手前から分岐して鎮守府港内を山沿いに迂回するルートをたどっていた。このため、松浦町から上町は県道11号との重複区間であり、26号の独立区間は平瀬町内のみの時代が長く続いた。県道十一号が 西九州自動車道の開通に伴い、佐世保港インターチェンジを起点に変更したため、今度は逆に、平瀬町内が、重複区間、松浦町上町間が26号の独立区間となっている。SSK バイパスは、県道11号のバイパスとして建設され、米軍ゲート前を起点として1969年に開通した。京僚長崎県道十六号佐世保市場町。 ありがとうございます。